発売当初のゴキブリゾロゾロゴキブリゾロゾロは、かつて大正製薬が製造販売していた、紙製ゴキブリ捕獲機の商品名である。製造、販売を白元へ上渡後も商標は、大正製薬が保有していた。大正製薬は粘着シート式のゴキブリ捕獲機、ロートラップを発売していたが、1972年、容器を紙製に変更した、廃炉チを発売した。 これは、従来、樹脂製のケースの天面に粘着シートをセットする、方式であった、捕獲器を、ゴキブリがいっぱいになった粘着シートを取り替えることなく、ケースごと捨てられるように紙製に変更したものである。1973年に、大塚グループのアース製薬から、同じ紙製ゴキブリ捕獲器の、ゴキブリホイホイが上司されると、粘着式ゴキブリ捕獲器の一大ブームが起こり、 製薬メーカーや殺虫剤メーカーが次々と類似品の発売に乗り出した。1974年にローキャッチに名称変更、さらに1976年にはゴキブリゾロゾロと解消。その後シートに直接餌を染み込ませたワンタッチタイプや狭い場所での出し入れに便利なトレトレ棒付きなどの改良がなされた。対象製薬は2000年に 殺虫剤事業から撤退したと同時に製造販売を白玄に譲渡。しかし2014年5月に白玄が民事再生法を申請し、事業をアース製薬の子会社である白玄アースへ譲渡したのに伴い、同年8月に製造が終了。アース製薬グループにおけるゴキブリ捕獲機はゴキブリホイホイへ一本化されることになり、以後、 本製品は在庫のみの販売となった。なお、白元本体も2016年9月に債務処理が完了し、法人格が消滅した。ありがとうございます。